皆さんこんにちは、MT です。今日はね、このモンベルのねオンラインショップ、このね2024年春夏新製品っていうカテゴリーがあったんでね、ちょっとこれを見ながらね、皆さんと一緒に今期の春のねモンベル商品どんなのがあるのかなっていうのをチェックしていこうと思います。それではスタートです。まずね、一番最初、スーパードライテックピークシェルジャケット、これがね平均重量 168g、 これ軽いですよね。モンベルが扱う3レイヤー生地のレインウェアにおいて史上最軽量、最も糖質性の高いモデルです。非常に高い糖質性を持つモンベル独自の防水糖質性素材スーパードライテックを使用。おお、モンベル史上最軽量ね。はあ、すごいですね。これレインウェアですね。チェックしましょう。カラーは4色、イエローにブラック系のラインが入った2色のねバイカラーですよね。こう見るとね、裏ちゃんとシーム処理してますよね。そしてブラックはちょっとあれですね、派手めなイエローがセンター入っちゃってるんですね。でポケットの色も若干、これネイビーか、なるほど。で袖のところにこれね、モンベルのマーク入ってるんですね。グリーン、グリーンもネイビーのポケットにイエローのライン、ブルーもなんかちょっとここがさらにバイカラーみたいになってて、ちょっとごちゃついた感じかな。これね、スーパードライテックピークシェルジャケット 24,200円か、まあ、なかなかいいお値段しますよね。でも 168g ってのは結構軽いですよね。ただこれあれですね、色がね、これね、同じバイカラーでも、例えば山と道が今日発売されるこのね、山と道のねアクティブプルオーバー、これ見てくださいね、白にオレンジとか、これねブルーに蛍光イエロー、グリーンにパープル、レッドにブルー、ブラックはオールブラック。やっぱりね、こういったバイカラーの設定、山と道うまいですよね。あんまりね、今までこういうねバイカラーの商品って山と道は出てなかったと思うんですけど、今回これうまいですよね。なんとなくこう70年代のナイキ的なイメージとかね、ちょっとこうオールドスクール的なアウトドアのねバイカラーを設定してる、こういう感じにしてくれればねいいんですけどね。ちょっとねモンベルのはねちょっとこう違うよねっていう感じですよね。レディースも同じなんですね。これねレディースの方がカラー綺麗ですよね。この紫色にこういう感じだったら全然ありでしょ。これこのブルーもありでしょ、うん、このねグリーンに2色点、これぐらいだったらありですよね。やっぱりねバイカラーでもねこの2色ぐらいにしとくとね一番落ち着くんですよね。ちょっとね色数が多いのかなって感じがします。はい、次行ってみましょう。次、スーパードライテックレインジャケット 22,500円、ちょっと安め 241g、 少し重めですね。高い糖質を持つモンベル独自の糖質、あ、同じだ、スーパードライテック、ただちょっとあれなんですかね、こっちの方が重くなるんでしょうね。これ見てみましょう。これね、フロントからのねバストからの切り返し、まあこれぐらいだったらねいいですよね。あ、こっちの方が見た目かっこいいですね、カラー的にはね。あ、なるほどね。こっちはすごくシンプル、なかなか悪くはないですね。これねシンプルでいいですよね。そして次、これでレディースね、レディースもちょっとチェックしてみましょう。あ、なんかねレディースの方がやっぱり色目いいですよね。あ、この赤とか綺麗じゃないですか。モンベルはレディースとメンズ同じね色目にしてユニセックスで展開すればいいと思う。そしてこれ見てください、ファンブローベスト 8690円、 203g、 ちょっとチェックしましょう。あ、これはあれですね、空気を送ってやる、あ、しかもこれ左右非対称にこのファンがついてるんですね。面白いですねこれね、こんな感じだ。でバックパックを背負う背中の部分にはこういうね通気性を促すこういう素材のものがねついてくるんですね。もうなんかねこういうのってすごくこう市民権を得たような感じですよね。なるほど、なかなか涼しそうですよね。あ、こういう感じでね取り付け取り外しができるっていう、空気がないと、あ、こういう感じでバッテリー設定か、でバックパックを背負っても通気性がいいと。なるほど、これで8690円なんですよね。ただねこれがねファンブローシステム用ファン6600円、
これが別売りなんですよね、これね。で、しかもこれ電源が USB の C とかじゃないんですよね。ということは、これ専用のファンブローシステム用バッテリーっていうのを購入しないといけないと。ということはですよ、これ、このバッテリーが 14,630 円で、このファンブローシステムが6,600 円、もうすでにここで2万以上、だ3万近くなっちゃうってことですよね。いや、これ3万じゃ買わないよね。どうだろう。このね、バッテリーがね、普通の USB-C とかで使えてね、アンカーとか普通のタイプのが使えればね、ありなんでしょうけど、このセットにしなきゃいけないよってことになってくると、ちょっと難しいかな、これね。はい、次行ってみましょう。クールフードシャツ。あ、これ良さそうですね。高い吸水、拡散性と UV カット効果を両立したフード付きのシャツです。登山やキャンプ、釣りなどに様々なアクティビティで日焼け対策として活用します。フードと手の甲までカバーする袖により、効果的に日差しを遮ります。これ良さそうですね。お値段も5,060円。お買い得感満載。カラーも蛍光イエロー。そしてこれはブラックに近い感じですね。そしてホワイト。あ、これ良さそうですね。お色的にはこれなんだろう、ディーグレー、ダークグレーってことなのかな、これ。これがダークグレーなんだ。ダークグレー、まあ、ブラックに見えるんですけどね、まあ、実際ダークグレーなのかな。これ良さそうですね。なんか白も良さそうだし、ブラックも良さそうだし、ちょっとこれはね、元気になる感じのカラーなんですけどね。これ良さそう。143g。うん。あ、しかも特徴さもフラットシーマー。あ、これね、縫い目がフラットシーマーになってるんですね。これ分かります？こういうね、縫い目がこういう風にフラットになってると、肌触りがね、すごくいいんですよね。普通こうやってね、折って、お互い縫い合わせるんですが、フラットシーマーってこうやって平らに縫えるんですよね。これいいですね。なるほどなるほど。これ今回ね、買おうかな。そんな気がします、これはね。これ買ってみようと思います。レディース、あ、レディースもなんか綺麗なカラーあるな。うん、グレーと、あ、なんか微妙な色だね、これ。どうなってんの、これ。これダークグリーンか。ダークグレーってこの色なの？おお、これさっきのメンズのダークグレーと色違いますよね。これ完全に黒ですもんね。おかしいな。これは一回店頭で確認ですね。はい、次。バンブーシャツ。竹シャツで出てきますね。モンベルはね、確かあれですよね。この竹のやつね、よく作っててましたよね。竹のね、アロハみたいなのがあったんですけどね。これはちょっと、どうなんだろう。ちょっとこれはノーコメント的ですね。うん、あ、でもね、竹製バトン、これね、ちょっと見てみましょうか。これね、アロハ。こんな感じでね、モンベルの竹のね、繊維を使ったアロハシャツがあるんですよ。これ結構面白いですよね。9,350 円。ボタンもね、竹を使ってて結構面白い商品です。これがね、モンベルの作ってる竹のアロハ、竹ロハっていうのかな。アロハシャツ、ちょっとね、まあ柄的には微妙な感じはするんですけど、どうなのかな、竹ロハ。まあそうだね、ちょっとこう下手するとね、寝巻きみたいに見えちゃうんだけど、まあこのやっぱりブラックのやつがね、ブラックか、この辺り、まあこの辺りだったらね、なんとなくこう可愛く着れるのかなって感じですよね。で、次行ってみましょう。あ、ジオラインのね、クールメッシュアームフィットシャツ、これ面白そうですね。これはね、色がホワイトとブラックで 87g で、モンベルのね、ロゴは裾の方にあるんでね、あんまり目立たない感じですよね。ボディがジオラインか。ボディがジオラインで、袖は何だろう、これ別素材なのかな。別素材のハイブリッドみたいな感じですね。日焼け対策と清涼感を両立したハイブリッド。
腕にフィットしてスッキリとしている半袖との重ね着に、これなかなか面白いですよね。ボディの部分はね、これジオラインになってて、で袖の部分はもうピタッとくっついて UV をカットする素材が使われてると。あ、でこれあれですね、フラットシーマーで、なるほどね。これもちょっと面白いかもしれません。いや、これなかなかいいかもしれないですね。日焼け対策にはね、うってつけの。あ、なんかダッフルバッグみたいなのあるんだな。ダッフルバッグ、あ、これはもうちょっとあれですね。あ、この感じか。はあ、はあ、これあれですね、パタゴニアのブラックホールにそっくりですよね。まあね、あのモンベルといえばね、パタゴニアのね最初の代理店ですからね。カメラライトショルダーバッグ、カメラがスポットある、こういうのあると便利なんですよね。あ、ただこうやってつけるのか。ちょっと使い勝手がいいのか悪いのか微妙な感じで。あ、お値段も結構するんだな、8250円か。あ、このトレッキングアンブレラってこのカモフラージュ柄って前もあったような気がしたんだけど、新作なのかな。プリントトレッキングアンブレラでこの柄が出たってことなのかな。あとは輪行バッグやら、そしてねバックパック類があって、チェアか。このチェアも面白いですね。小型チェア、ブラックネイビーレッドイエロー、バックパックのサイドにサッと入りますと。重さもねそんなにしないのかな、 430g、 435、まあちょっと座る分にはね使えるかもしれませんね。そしてツェルトも出てるんですね、ライトツェルトの L サイズ、まあ、L サイズでもちょっと重さがあるのかな。 2,3 人のシェルターで585か、ちょっと重いかな。こっちは一人用シェルターで450ぐらいですね。なるほど、こういう感じでちょっとね迷彩っぽい感じになってますよね。あ、そしてこれね、マウンテンクルーザーの400 with ゲーターってやつね、ゲーター付きのねシューズなんですけど、これねなかなかいいですよね、デザイン的にね。でこっちのこれはネイビーで、こっちのねグレーのタイプに赤いライン、これ洒落てますよね。これなんとなくあのスポルティバのね、ラスポルティバのシューズにちょっとこう似た感じ。確かにね、このゲーターがあるとね、石とかね、そういったものが入り込まないんですごくいいんですよね。重さ的には 526g、片足ね、526g で。ゴアテックスを使ってると。コードロックでね、素早くできると。まあ、ゴアテックス使っててね、まあ、縫い目は完全に防水処理はしてないけど、まあ、普通にね、日中歩く分には小枝が入ったりとか小石とかね砂利とかが入らなくていいかもしれませんね。デザイン的にもシンプルでとてもいい感じです。そしてざっと見てって今回で面白かったなっていうのは、そうですね、やっぱりこのねクールフードシャツ。でもこれがねなんか色がよくわかんないですよね。これねダークグレーはこの色でしょ、これ確かにグレーですよね。ただレディースのこの色でしょ、これがねネイビーっていうカラーなんだけど、さっきのメンズのダークグレーってこの色でしたよね。これどっちどうなってんだろう、これは。まあこれはあれですね、実店舗行って色確認してね見ればいいかなって感じですよね。あとねこれ新作じゃないんだけど、このモンベルのサンダル、これねいいかなと思ってるんですよね。こんな感じで色もねいろいろ可愛い色もあって、転売なんかでね履くときにこういうねサンダルあると便利かなと。これ重さがだいたいこれで120ちょいぐらいですよね。でこっちが117ソックオンサンダル、こっちの方があれですね、鼻緒がないんで靴下を履いたままでもね履けるってタイプですよね。どうなんだろう、これもねなかなか面白い感じ。これでお持ちの方もしねいらっしゃったらどっちがいいかね教えてください。どっちか買おうかなと思ってます。こっちの方がいいのかな、少し軽い方がいいですもんね。ロックオンサンダル、これはあれか、もう一つあるけど120ちょいで、これはあれか、かかとにねベロクロでこう外れないようになってるんですね。まあ、歩くのは実際ねこの方が楽なのかもしれないけど、あ、この色面白いですね、ターコイズにイエロー。実際天板からさっと履くときってこういうのがあると逆に面倒くさかったりするんですよね。このサンダルもなかなか面白そうです。もうね使ってらっしゃる方がもしいたらね教えていただければ嬉しいです。この色がいいかな、グレーに 赤の差し色、グレーにこのね水色もいい感じですよね。そしてねあとモンベルで気になってるのはこのトレッキングポールの UL フォールディングポールね、これなかなか良さそうなんですよね。
105センチ、これね、長さによって色が違うみたいですね。105センチでレッド。シュッとしてね、使いやすそうですよね。このストラップもこんながっちりしたのつけてなくてもいいですよね。落っこってる枝をね、拾ってポールにしたりすることもあるんで、どうなんだろう。あ、でもね、ここのね、この伸びるところのカチャッと止めるところのね、ラチェットっていうのかな、これがすごくね、よくできてますよね。これこの間お店でね、一回使ってみたんですけど、すごくね、使いやすかったでした。どうなんだろう、長さがね、100センチのこのね、一番シルバーみたいな色、これが一番いいんですけどね。100センチってどんな感じなのかな。100センチ、まあ105か110ぐらいがあった方が本当はいいんだろうけど、まあ軽さで言えばね、100センチが一番軽いのかな。これも気になる商品です。ということでね、今回は2024年のね、春の新作っていうことでね、モンベルのオンラインストアを覗いてみました。皆さん何か気になったものありましたでしょうか。私はやっぱりね、フードのタイプ、そしてね、サンダルと、それからあのトレッキングポール、あのあたりがいいかなと思ってます。ということでね、今回はモンベルをね、チェックしてみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。